小舟を北へ運んだか。遅いぞ。ヤルマールの部下だ。逃げようとしたが失血死した。他の仲間はどうなったんだ。洞窟の方へ逃げたな。誰かがここで転んだ。だが運よく逃れたか。間違いなくここを通ったな。飛び降りるのに深さがない。鮮やかだ。頭部は宙を舞ったことだろう。二人がかりで叩き切ったようだ。ヤルマールはここで仲間を失ったようだ。アービット・アン・トルダーロク、どうしてついてきたんだ。
何本も浴びせたようだ。なんて数の死人だ。だがヤルマールが見当たらない。食料庫を拝見させてもらうとしよう。こっちに来たか。古い足跡がたくさんある。巨人はよくここを通ったんだろう。
思っていた。どこにいたんだ。セリスがスピカローグに行ってしまった。一人で。だがお前は待てなかった。いや、出し抜きたかったんだ。巨人を横取りされるのが怖くてな。セリスが王位継承を主張したのか。そしてお前は彼女についていきたかったと。せめて選びたかったさ。待て、感謝しなければな、リビアのゲラルト。助けてもらったことは決して忘れない。俺を知ってるのか。吟遊詩人がお前の物語を歌っている。子供の頃に父から冒険の話も聞いたぞ。よく覚えてるよ。ウィッチャーでなくても英雄にはなれる。冷たい水と潮風、それがスケリッジ人が使う霊薬さ。じゃあ、あの有名な歌に出てくるのはお前なのか。ああ。他の仲間はどこだ。精霊の大軍と戦いながらここまでたどり着いた。生き延びたのは一握りだけだ。三人になってしまった。レイフが精霊にやられた。傷の手当てをしなければ。もう死んでいる。何？気を失ってるだけさ。少し出血したんだ。死んでいる、間違いない。巨人の心臓に剣を突き立てると誓ったのに、先祖の骨に誓ったんだ。一緒に来るか。当然だ。ゲラルトも来い。急げ、ほら、もたつくな。元気で何よりだ。奴はとにかく巨大なんだ。そりゃいい。ゲラルト、手伝ってくれ。ここから巨人の洞窟へ行けるんだ。援護する。巨人が視界に入る位置へ行く。間違っただけでも奴が起きるぞ。急げ、起きる前に出してくれ。この辺りに鍵があるはずだ。待て、ビギのあだ名を知ってるか。マヌケさ、ふさわしい名だよ。巨人を倒すまであそこに放っておくのがいい。なんだって。頭は大丈夫か、アンクライド。あいつは仲間じゃないのか。だからこそ奴が何をしでかすか分かるんだ。出してやろう。巨人と戦うのに頭数は多い方がいい。イカれた野郎でもか。聞こえてるぞ、アンクライト。早く出してくれ。待っていろ、鍵を探す。
してくれ、急げ。うるさい、俺はおとなしくトロールの鍋に入ってたんだぞ。助かったよ兄弟、炎は忘れない。よし、逃げるぞ。ああ、奴を殺してからな。他の奴らは助かったよ、ハクロウ。吟遊詩人が巨人殺しのゲラルトを歌にするだろう。ブラビケンの殺し屋よりは良さそうだ。そうしてくれ。ここを離れよう。行こう。アードスケリッグに戻るのか。ああ、大いにつかなければな。巨人を殺し、アンドビクを取り戻した。そして仲間を死なせた。一人で行くべきだったのかもな、セディスのように。遠征に出たことを後悔してるか。後悔に何の意味がある。巨人は死んだ。アンドビクの人々は家に帰れる。それにセリスはもう戻ったのか。ああ、セリスは確かな功績を挙げた。セリスは俺と競うのが好きだった。最後に勝つのは俺だがな。さあ、そろそろ行こう。じゃあな、ゲラルト。助けてくれてありがとう。それではな、アンクライト。ゲラルト、調子はどうだ。次の航海の計画はあるのか。もちろん。氷の巨人はほんの手始めだ。大して大きくなかったというものもいるしな。アンドビクの民はどうした。島に戻ってアースカーの再建に手を貸すって話だろ。その件はセリスが対処する。お前とシリはしばらくの間一緒に育てられたんだったな。ああ、あいつは子供時代をスケリッジで過ごした。いつも俺の後をついてきて。だがアイススケートのジャンプでは誰も勝てなかった。ムキになって岩に口をぶつけたりしたな。それからクラフのところへ行って結婚すると宣言した。聞いたのか。ああ、二人とも12歳だった。結局親父はそんな関係を認めてくれなかったけどな。今のシリを見たらどうだろうな。
ではな、アンクライド。